お前さんも休憩中か？気持ちのいい風だな。ずっと戦争にいると息が詰まっていけねえ。その学校なかなか似合ってるじゃねえか。俺は荷を積み下ろしする人足、お前さんは臨時の水軍。ついて働く代わりにエレシアまで乗せてもらえるとはな。おまけに飯は出るし、ロギンも稼げる。まさに一石三鳥だぜ。さんも上がってきたな。そういうことだ。冒険するのもただじゃねえからな。とにかくこれで港に着いたらすぐ次の目的地へ向かえそうだ。名残惜しいが、これでサンドリアとのおさらばだな。そしてようこそ次の新たなる冒険ってわけだ。これからもよろしく頼むぜ、相棒。それでアドルよ、今度はどこへ向かうつもりだ？このままスニオンの港に着けば、その先はグリーク地方だが。なったつもりか。ルタのやつじゃあるまいし、本来ならアフロカ大陸を西へ迎えるとよかったんだがな。おいおい、まさかアルタ越え渡るつもりだったのかい。カシュそのまさかさ、アドルは以前からアルタ語に渡る手段を探してるんだ。呆れたな。アルタ語公国とロムン帝国が紛争中なのは知ってるだろう。あの海域に立ち入れるとしたら、それこそロムン艦隊ぐらいだよ。冒険家とは聞いてたけど、そんな無茶を考えるなんて。まあこいつといると退屈だけはしないぜ。アドルが歩けば冒険に当たるってね。カシュ、お前さんもどうだい？遠慮しておくよ。ところで二人とも、休憩時間はそろそろ終わりだ。ドギは戦争の方でさっきの作業を再開してくれ。ど、もうそんな時間か。あれ、それじゃもう一踏ん張りしますかね。アドル、また後でな。そうだな、見張り台の仕事は一通り覚えてもらったし、アドルはバルバロス船長のところへ行ってくれ。仕事が一区切りついたら船長室へよこすよう言われてるんだ。船長室は甲板の後方にある。よろっ。
おお、アドルだったか。よく来てくれたな。まずはかけたまえ。さて、君は確か冒険家ということだったな。ならば、セイレントを知っているか？そうか。このゲーテ海は多島海と呼ばれている。無数の島と複雑な海岸線によって難所としても有名な海域なのだ。だが最も恐れられているのは、近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる島。それがセイレン島だ。確かに海流が複雑な場所だが、船が沈む明確な理由はわからんのだ。5年ほど前にもロムンの調査船が島の近海を訪れたのだが、岩礁もない凪いだ海に突如引き込まれたと聞いている。セイレンとはグリーク神話の船を沈める魔物どもの名だ。島を名付けた海賊に言わせれば、永遠に呪われた地というわけだ。もしかして、そうきたか。だが残念なことに、答えられる者はこの世にいない。なぜならば、上陸して戻った者が過去に一人としていないからだ。ゲーテ海の船乗りですら、どんな場所なのか誰も知らないのだ。どうやら私は君の冒険家魂に火をつけてしまったようだな。この話は新米の水夫に必ず聞かせる類のものでな。歌集などは震え上がって船室から出てこなくなってしまった。君はなかなか見込みある若者のようだ。よし、前置きが長くなったが、君に頼みたいことがあるのだ。この船は乗客を迎え入れるごとにささやかな歓迎会を催している。アドルにはこの歓迎会の警備に当たってほしいのだ。なに、こう見えて用心深い方でな。乗客の安全を預かるからには万全を期したいというだけだ。具体的な段取りは後で歌集にでも相談するといい。それでは頼んだぞ、アドル。皆様こんばんは。私は船長のバルバロスです。この度は旅客船ロンバルディア号にご乗船いただき、全長が50メライある本船は4本のマストを有しておりまして、サンドリアとエレシア大陸を結ぶ航路では最大級の、
何事だ。
ませんが、何かにぶつかったようです。バカな、この海域に座礁するような場所はないはずだ。すぐに確認を取れ。ありがとう。島から距離は取っているはずだが、まさかな。なんだあれは。ん？何の騒ぎだ。やるではないか。やあ、かっこいい。すげえよ、スイフの兄ちゃん。お疲れさん。さすがはアドルだぜ。それにしても今のは一体何だったんだ。巨大なイカか何かの足のようにも見えたが。でおいおい、